ジャコモ・レオパルディは、イタリアの詩人で、随筆家、哲学者、文献学者。ジャコモ・レオパルディは1798年、当時教皇領のマルケ州レカナーティの地方貴族の家に生まれた。父親は、文学愛好家で教養があったものの、政治的には、保守的な人物で、母親は冷たく権威主義的な人物だった。しかし、レオパルディは、 幼少期を兄弟たちと楽しく過ごし、その時の思い出が後に作品の主要なテーマとなった。家の伝統から家庭内で神父による教育が授けられた。また、父親が作った膨大な数の書籍を収めた図書館でレオパルディは古典的な教育を受けた。彼はこの時の広範な読書によって様々な分野の知識を得ることになり、特に古典文学の教養を深めた。 ラテン語は、もちろん、ギリシア語やヘブライ語にも精通するようになるが、生まれつき病弱だったために青年期を通して、ほとんどをレカナーティで過ごした。閉鎖的で孤独な環境の中、彼は14歳になる頃から、死の創作を始めていく。彼の代名詞的な悲観主義の傾向は1824年に、出版された初めての死週館長にでもすでに現れている。 古典的教養を故郷で高めている中、1822年に、叔父のいるローマへ訪れることができたのだが、彼は、ローマの腐敗や堕落した雰囲気に深く失望した。イタリアの大詩人トルクアトタッソの墓や、当時活躍していた詩人のウーゴフォスコロの元を訪れるなどした。家庭の抑圧から離れられたとはいえ、想像で作り上げた、理想化されたローマと現実のローマの際は大きく、 この体験が彼の創作や価値観に大きく関与した。1824年ミラノに招かれ、いくつか作品を書くように依頼されて以降、ボローニャやフィレンツェなどを周遊するようになり、詩人としての名声も知識人を中心に高まっていった。レオパルデ自身、慢性的な体調不良の中で旺盛な創作欲を見せる。 またこの頃は思索のみならず、自らの古典的素養をもとにした哲学的三文。ありがとうございます。